快だな。ノクトも叫んでみなって。自分だけでやってろよ。アラネアって彼氏いるのかね。そうな、部下は多そうだったけど。何、お前興味あんの。別にそういうわけじゃないよ。イグニスってさ、子供の頃の夢何だったの。子供の頃の夢か。パッとは出てこない感じね。よーし、成功だね。RPG みたいだね。シドニーもワクワクしてたね。今すぐにでも頼んで欲しそうだったな。いつ行く。だから焦んなって。焦ってませんって。チョコボに会える。緊張がほぐれるな。あーやだな、こんなとこ入ってくの。どんどん兵所恐怖症になってく気がするよ。そもそも何のためにこんなとこ行くわけ。黙って降りろ、下官とも知らねえぞ。あーもうやだな。行けるか。プラット見えてる。ナイスショット、プロンプト。これが終わったらプロでも目指そうかな。容赦はしない。イリスの手料理楽しみだな。それは聞き捨てならないな。いや、イグニスのはもちろんだけど、女の子の料理ってのがさ。うん、注文通りに仕上がったよ。眺めだね。大自然ってのは気分が上がるな。何があった。それが俺のメガネが。メガネ。ああ、そりゃかけてねえな。なんだそりゃ、ウケる。そんなこと思ってたのか。みんな今の俺を見て調子いいとか社交的とか思うかもしれないけど、コンプレックスの塊みたいなやつで、本当は全然違うんだよね。変なこと言ってごめん。